はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14解放戦争戦後編第70回撮っていきたいと思います。さて、とりあえずまだ収めたことないアイテムちょっとクレナイさんに収めていきますかね。なんて喋るんだろう。ここが私の改革がなせるかどうかの水際、私も全力を尽くしますのでご協力お願いいたします。それじゃあ依頼品を渡すかな。じゃあ水徳さんにこれ渡したことないですよ。渡していきましょうかね。渡す。私たちも紅玉界の全てを知っているわけではありませんが、この海の資源からここまで見事なものを生み出せるなんて、あなた様には何度驚かさせられることでしょう。それでは納品していただいた品を拝見させていただきます。素敵です。これほどの品なら新たな特産品としてきっと世界にその一名を轟かせることでしょう。わーい。あと3回あと2回収めたら今日はもう限界かな。セリフは一緒ですね。あ、レベルが上がりました。特艦作業マスタリー、経験値がねかなり入るからありがたいんだよね。で、多分6回収めたかな。たくさんの納品をいただき誠感謝の至りにございます。職人としても卓越した技術をお持ちだなんて、あなた様は本当に頼もしいお方ですね。この部屋でも一緒かな。さあ、納品券をすべて消費しましたということで、また頑張っていこう。サナナさん、この間セリフとかって違う？私が、がっぽり、元い、紅の夢を実現させるためにも、シャンメイには、じゃんじゃん納品してもらわないとね。どうも。何をトレードできる？秘伝書。そうだね、交換できるものしちゃってるね。ギャザラはね、クラフターはあるんだけど、ギャザラがねちょっと厳しいんだよね。よし、じゃあね、今からちょっとまたドマー超認知の方に行って、ちょドマー復興のなんかアイテムバンバン収めてきますね。では超認知までワープ。ジェリーフィッシュ殿、本日もご協力ありがとうございます。おかげさまで、しかるべき場所、しかるべき人に物が回り、町づくりが進んでおりまする。よろず市場の建設にも少しばかり進展がございました。ぜひ三つ葉さんをお尋ねになって、発展ぶりをご確認くださいませ。お、急に始まったでびっくりした。これいくらでとかあるのかな。三つ葉さんどっちだっけ。あれ、こっちの方じゃなかったっけ。あ、ドッキリマークが出てる、エクスクラメーションマーク。おさん、ああ、ジェリーフィッシュさん、いろいろと物資を回してくれているんだってね。ありがとうよ。まだ骨組みだけって具合だけど、あそこにはちょっとした調理場と店を作る予定なんだ。目下の悩みは陳列できそうな品が米と野菜、あとは少しの川魚くらいしか確約できないことかね。
ここいらの米が抜群にうまいってのを差し引いても、もうちょっと彩りが添えられると心も体も喜ぶんだけどさ。昔は野山で狩猟もしたもんだよ。でも今じゃほら、式神どもがばっこしてるじゃないか。獣は随分減っちまったし、泥人形の子じゃは食えないし、肉類は残っている家畜が十分に増えるか、謝罪会がいい交易先を探してくれるまでお預けだね。ん？おい、大丈夫か？しっかりしろ。誰か倒れた。兄貴、俺今度こそダメかもしれねっす。腹が空きすぎて、もうこのまま俺が倒れても必ずヒエンをブルガにしてくだせ。故郷でみんながめちゃくちゃ待って、かく意識混濁、無理もない。狼男の長い説教、空腹に効く。一度草原に戻るとしても腹ごしらえが必要か。しかしこの辺りには羊がいない。なんだい、行き倒れ？握り飯でよかったらあるけれど、いただいてもよいだろうか。ふう、美味だった。腹に日が差した心地だ。感謝するぞ。色形からして土間風の坊主とお見受けするが、こちらでは肉を入れるのだな。坊主、アジムステップの伝統的な肉まんじゅうだったかね。あれとは少し違うが、握り飯の具は本来何でもありさ。それこそ肉味噌なんかもうまいんだけど、今はちょっと肉が手に入りにくくてね。それはいけない。肉を食わねば屈強な体が作れない。ブルガ的にも台無しだ。よければ今回の礼も兼ねて草原の商人を紹介するぞ。肉は遊牧の民である我らにとって重要な資金源。ヤンサの野菜となら互いに満足のいく交換もできよう。本当かい？いや、それは願ったり叶ったりだよ。謝前会も大喜びするはずさ。そうか、では手はずを整えておこう。ヒエンと交換でもいいのだが。なんと答える。1、よし乗った。2、さすがにどうか。さすがにどうか。全くだよ。でもヒエン様は時々アジムステップでの生活を懐かしんでいらっしゃるようだからね。胃袋からつかむって手もないか。よろず市場での建設は順調そうです。アジムステップのアウラ族との交易も始まることでしょう。今後も義援物資置き場に物資を提供し、さらなる発展を目指しましょう。この間セリフとかは、草原のアウラ族とも約束できたことだし、頑張って市場を整えていかないとね。ふん。じゃあまたちょっとちょいちょいと納品していきますか。ちょっとどれくらいで、なんだろう、ムービーが始まるのか。どこで見るん？どこで見るん？あ、これここを突っ切ってくれば早かったんだ。一つ賢くなった。エイテライトのところを突っ切ってね。これどこで見る？これ収予算額ぐらいしか分かんなくてさ、いくら納めたとか分かんないからどうなってんだろうな。小桜さん、さてトマチョンニチの状況は、
草原のアウラ族から取引の申し出があるなんて、まこと不思議な縁もあるのですね。引き続きよろず市場の建設を進めておきまする。あ、こちらが現在のドマ町人地の長官図です。これが全部埋まるってこと？これ結構な額の納品が必要だぞ。あ、さっきね、装備品と金貨かな、なんちゃら金貨とかをね、いくつか収めたら急にムービーが始まったんだ。これちょっとタイミングが分かんないから急に始まるかもしれない。さて、ちょっとやりかけのクエスト5区の蓋の方に寄ってからメイン進めます。さて、5区の蓋の前までやってきたわけですが、こちらあれですね、侵入地点の横にゲートキーパーさんの神出鬼没の風里さんが出現しておりますね。元府のじいちゃんから聞いてるよ。霊仙神社に戻りたいんだね。案内ならおいらに任せとくれ。じゃあ神社へ。話の途中だったもんね。途中というか報告をしてないんだ、元府のじいちゃんと。みんなに話聞いてねみたいなところだったかな。白色の千里さん、かわゆおみゃーたち、見たところこの辺りの生まれじゃにゃいね。お宮の国ではどうだか知らにゃいが、この辺りでは種の寿命を外れ100年の時を生きた獣は徐々に自我が芽生え揚力を操るようになるにゃ。さらに1000年かけて揚力を貯めた獣は随獣へと変異し、人口を操ったり強力な神通力に目覚めるのにゃ。にゃーたちは追従へと変わることを裏返るって呼んでるにゃ。いくらニャーたちが可愛い姿をしてるからって舐めてると痛い目を見るかもしれないよ。これはおみゃーたちと話しやすい姿にバゲているだけなんやから。名古屋弁っぽい喋りですな、千里さん。あ、この間に喋れるソロバンさん。まさか五区の蓋の下にこんな場所があったなんてな。演習の犬神さん。僕は犬神、人の間では犬霊のつきものだとかたたり神として恐れられているみたいだわ。確かに過去に何百もの人を突き殺してきたのは事実だけど、でもそれは彼らが動物の命を軽んじたからだわん。理由もなく奪っていい命などないのだわ。なるほど、犠牲が出るぐらいなら殺していこうと。あ、で、そうそうだ、これは聞いた。で、タタロさん、さあシャンメイさん、まずは情報収集です。百来のヌエさん、オラはヌエと呼ばれる随獣だ。自慢の神通力で雷を自由に操ることができるんだよ。なぜかおとぎ話では胴体はタヌキで顔は猿、手足は虎で蛇の尾が生えた姿で描かれることが多くてな。実際はこんなに面濃いのによ。仮の姿なんだろ。かまいたちさん、イタチかな、かまいたちっていうか。やい、お前さっきはよくもやってくれたな。痛かったじゃないか。僕はこの間随獣へと裏返ったばかりなのに。まあいいや、先に襲いかかったのはこっちだし。それで随獣について知りたいんだろ。ならいいことを教えてやるよ。東方で一番長生きしている随獣は玄武様だ。玄武様は四聖獣と呼ばれる随獣の一体で、僕なんかとは比べ物にならないくらい強い力を持ってるんだ。ほう、そうか、君は成り立てなんだね。この子は別に義務じゃないけど聞いとこ。コンマイヌさんだ、万象のコンマイヌ。これより先に立ち入ることは我々ですら許されていない。理由は明白、万が一沈積沈め石沈みし、だ、なんだろう、
封印が解け、光竜が顕現すれば、霊仙神社どころか光玉界一帯が滅びを迎えることになるからだ。ほう、遊女の管狐さん、管狐先生っていうか狐かな。以前この柱には玉も御前と呼ばれる妖子が住んでおりましてね、9つの王を持つことから九尾の狐と呼ばれた玉も御前は我ら妖子の中で最も優れた妖力を持っておったのです。ですがある時、人と暮らしたいと言ってこの社を出て行かれてしまった。今頃あのお方はどこで何をしているやら。じゃあ玄武さん、そっか、四聖獣のもう一角だから他に3体いらっしゃるんだね。でさらに玉毛御前様がいらっしゃると。どうじゃ、少しはわしらのことが分かったじゃろう。ではそろそろ本題に入らせてもらおうかの。随獣が神通力を扱えるという話は聞いておるな。わしが裏返りで得た神通力は未来の強調を予見できる力じゃ。わしはこの力で光玉界一帯が対岸のヤンサから東の国の島々までもが炎に包まれる情景を見た。え？遠くない未来に起こるであろうこの災厄を止めるには豪神スサノオを打ち倒したお主の力が必要なのじゃ。どうすればいいのですか？慌てるでない、策はあるのじゃ。じゃがそれを語る前に、お主らが未だに知らぬ随獣の性質について説明する必要があるの。自我に目覚めた随獣の魂は荒れ狂う荒御霊と静かなる賑御霊の2つの側面を持つことになるのじゃ。これらが均衡を保つことで随獣は理性的でいられる。じゃが気の遠くなるほどの長い時間の経過や激しい感情の変化によって魂の均衡が崩れることがある。そうした時、荒御霊に支配された随獣は暴走し、妖力の強さゆえに天変地異を起こす、もののけへと落ちてしまう。いえ、それじゃあこれまでの大地震や大洪水なんかも随獣たちが暴れたせいかもしれないんだね。うむ、随獣は類まれなる妖力で人々を救いもするが、その実ひとたび暴走すれば大きな脅威となるのじゃ。お主らは天然の鬼退治についてどこまで知っておる？タイトルぐらいしか知らんよね。お侍の天然さんが玄武さんたち四聖獣と力を合わせてゴックの蓋で鬼を退治したっていう物語ですよね。うむ、その通り。じゃが真実はおとぎ話とは違っておっての。天然が退治したのは鬼ではなくある随獣だったのじゃ。はるか昔、光竜という大地を操る神通力を宿した随獣が荒御霊に心を飲まれたことがあってな、この島は火山と化し、あわや大噴火という事態にまで陥った。じゃが英雄天然とわしを含む4体の随獣の奮闘により荒ぶる光竜は打ち倒され、ここ霊仙神社に封じられたのじゃ。しかし今、長き時を経て光竜の封印が崩れ去ろうとしておる。荒ぶる光竜が解き放たれれば、ゴクの蓋はやがて噴火を迎え、
ヤンサと東の国は炎に包まれるであろう。つまりシャメイさんの依頼は目覚めるはずの交流退治ということですか。これ早合点するでない。いかに神狩りの英雄といえど、人の力のみで交流は沈められん。死生獣すべての妖力を束ね、再封印を施すしか手立てはない。じゃがわしらは長生きをしすぎた。というのもわし以外の3体の死生獣もまた交流のように荒みたまに心を飲まれようとしておっての。大変だ。死生獣様まで暴走したら紅玉界は終わりだよ。安心せい。そうならぬよう死生獣たちは神通力を用いて己の荒み玉を抑え込んでおる。しかしそれゆえに再封印のために妖力を避けんのじゃ。そしてここからが本題じゃ。やがて訪れる交流の復活という大災厄に備えるため、死生獣たちの荒み玉を神狩りの力を持って沈めてくれぬか。なんと答える。1、力になるよ。2、仕方ないな。もうどっちでもいいけど、まあどうせ協力するなら前向きにいきますかね。力になりますよ。感謝するぞい。では早速じゃが、まずは白虎と引き合わせたい。白虎には社の外れに来るよう伝えてある。間もなく到着する頃合いじゃろう。みんなついてまいで。あれ、思ったより話ががっつりあるぞ。どうしようかな、今回ここまでにしておこうか。うわー、姿が見えておる、かっこいい。ちょっと今回ここまでにしようか。次回ちょっと続きから見ていきまして、ちょっと霧のいいとこまで行ったらメインクエストの方進めていこうかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。